こんにちは、みずきです。今回は簡単にできるネイルのデザインをご紹介していきたいと思います。はい、ということで前回紹介したこの D アップから出てるカラークラブネイルラッカーの D の202番、予想外にかなり使えたので、これを使った簡単なデザインをいくつかご紹介していきます。はい、ということでまずいつも通りベースコートを塗っていきます。ネイルホリックのベースコートを使います。はい、こんな感じでささっとベースコートを塗って一旦乾かします。はい、乾いたらカラーを塗っていきます。まあこれは結構適当に塗ってもそんなに汚くはならないので適当に塗っていきます。じゃあ小指は普通に塗ります。こんな感じでホログラムを、まあ、好きな位置にちょっとずらしながら乗せます。はい、一度塗りでこんな感じ。ちょっと透明っぽくって顔料が少なめなので、あのムラになったりすることがないです。じゃあここは、まあ、先端の方から塗っていってこんな感じでグラデーションっぽくね。先端から塗っていくと、こう爪先にこんな風にホログラムが固まってくれるので、ちょっとグラデーション風になります。じゃあこの指はフレンチネイルっぽく仕上げます。爪の白い部分に沿ってこんな感じで、ラメがもうちょっと欲しいので追加します。はい、こんな感じ。これもね、すごく夏っぽくて可愛いです。なんかベースにカラーを入れても可愛いと思うし、ベースはクリアでもね、すごく可愛いです。じゃあ人差し指はジェルネイルとかによくあるデザイン、本当に簡単な一直線のデザインをします。結構たっぷり取って爪の真ん中にまっすぐ線を入れます。まあ、ちょっと修正したりとかもできるので、はい、こんな感じ。これもクリアでするとすごい夏らしくて可愛いです。まあこれね、本当に一直線なのですごく簡単だし、細くしたり太くしたり自分の好みにできるので、これもね結構おすすめです。このグラデーションがちょっと若干失敗しちゃったんですけど、境目がすごい気になる。まあ、でも普通のね、あの顔料が多く入ったカラーよりもこういう透明っぽいホロとかラメが入ったものだとグラデーションが作りやすいです。で、親指一旦一度塗りしたんですけど、これは二度塗りしていきます。はい、こんな感じで二度塗りだとすっごいギラギラになって可愛い。ちょっとジェルっぽくなりますよね。なので私フットネイルにはこういう風に二度塗りして濃いめに塗りたいなと思ってます。で、爪に塗るときは、まあこれかこれかな、全部の指にこれをしてもいいんですけど、私は結構デザインするときは人差し指に塗ったら次はこことここも同じデザインにする。で、右手にはこの残りの2つ、中指と親指にこのデザインをするといった感じで場所を決めてます。なんかそれがね、一番バランスがいい感じがするんですよね。私は一番このフレンチがお気に入りです。す
すごい夏らしいっていうか、まあ結構明るいけど、先端だけでねすごいシンプルなので上品さもあるかなと思います。じゃあちょっとトップコートをね塗っていきます。トップコートは結構たっぷりめに塗ります。こういうラメとかねホログラムが取れやすくなってくるのでしっかりめにのせます。まあ、トップコートとかねベースコートは透明なので、まあ、はみ出てもそんなに気にしなくていいかなとは思うんですけど、はみ出た時はねちょっとこう爪でね取るといいと思います。で先端も忘れずに塗ります。はい、こんな感じで完成です。これ一つで本当にいろんなデザイン、まあデザインっていうか塗り方ができるのですごいおすすめです。でコメントでもいただいてたんですけど、このラメを使った時の落とし方をまた次回お伝えしようかなと思います。こういうラメのポリッシュを使った時すごく落としにくくなるんですけど、ちょっといいやり方があるのでそれもまた次回お伝えします。はい、という感じで今回は簡単なネイルのデザインをご紹介していきました。すごく簡単なので、まあ、デザインっていうほどでもないかなと思うんですけど、ネイルをするのが苦手な方でもすごくしやすいと思うのでぜひぜひ参考にしてみてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では